これはミニストップの安納芋の続きの動画だ。もう後編的な位置づけのやつ。見てないやつは安納芋から見るといいぞ。じゃあ本編どうぞ。エドーン。まあまだあと2つあるんだけど、なんかね、ツイッターではいろんな人がね、ポテトみたいな言うから買ってきましたよ、ポテト。これ、なんて書いてあるの？ X フライドポテトだっけな？なんかそんな、なんで X ってつける必要があるんだろうってすごいね、と思いながら買いました。あ、しかもなんかトマトケチャップついてますよ、ほら。古い感じの、昭和の匂いを感じるロゴですけれどもね。あ、そういうことか！ X フライドポテトってこれ。断面が X の形してる、これ。すごくない？ほら。これなんか食感がちょっと違うのかな、じゃあ。あー美味しい。なんか普通のフライドポテトと思って食べたら全然違う。これだけ厚みがあるから芋芋しさがねある。なんかポテトをおすすめする理由がちょっと分かった気がする。うん、それ以上でもそれ以下でもないみたいな。ポテトが食べたくなったら手軽に食べれるなっていう感じだね。うん、全然悪くない。美味しいです。はい、そして続きましてなんですけれども、こちらですよ皆さん。なんかいきなりすごいに出てきましたけれども、お弁当でございますね。普通の唐揚げ弁当かと思いきや違いますからね皆さん。中津唐揚げです。大分の中津唐揚げ。私どこ出身ですか？そう、大分でございます。大分中津唐揚げなんてね、文字が、あ、なんかすごい垂れてる。何こっから垂れてるじゃん。やだ。何これ。うわ、なんかすごい唐揚げの匂いがする。ちょっとやだ。やめて。まあ、とにかくね、私、大分の中津という文字がね、見えたらもう買っちゃいますよ、それはもちろん。なんかさ、俺結構さ、東京になんか染まっちゃってるな、みたいな、思われがちなんですけど、意外とそんなこともないんですよ。福岡めっちゃいいよとか、いう話するしね。自分が住んだ街とかはね、大切にする人ですよ、私は。はい、じゃじゃん。こんな感じ。中津唐揚げという看板を背負ってますからね、ハードル上がってますよ、僕の中でちょっとね。いただきます。あー、おいしい。あー、唐揚げ自体はやっぱり、まあ、コンビニクオリティよ。その唐揚げのそのお肉の質だとかさ、そういうのはまあそうなんだけど、味付けっていう面では中津唐揚げって感じ。ご飯が進むくんな感じの味付け。うん、あー、やばい、ミニストップいいぞ。俺今までずっとセブンイレブンユーザーだったけど、ちょっと若干ミニストップもいいかなとか思っちゃってきてるよ今。なんかちょっとね、ミニストップはデザートだけかと思いきや、あれ、こういうホットスナックとかさ、お弁当とかこういうところもちょっと目をつけていった方がいいのかもしれないね。うん、あとね、今日買えなかったものも結構あるんで、時間を見つけてちょっと買いに行ってまた動画出したいというふうに思いますんで、なんかプリンパフェもね、美味しいっていうのを結構来てたんで、それも食べてみたいなというふうに思います。安納芋ソフトはとりあえず食べてマジで美味しかった。本当におすすめ。ということで今日はですね、ミニストップでまあなんかこういろいろ食べてみたという動画でした。じゃあまた明日の動画でお会いしましょう。じゃあね、ポロンチョねー。